にちは、グーチョキパンダゲームスです。今回はアップデートで増えたかくれんぼのクイズを10問考えてきました。ぜひ挑戦してみてください。最後には勝手に考えたランキングもあります。何問正解したか数えてみてください。ネタバレもあるのでご注意くださいませませ。それじゃあレッツゴー。第1問。砂場にはおもちゃがたくさんあります。さてここには何があるでしょうか。1スコップ、2熊手、3バケツ。砂場のおもちゃですよ。正解は1番のスコップでした。第2問。今から出てくる食べ物のキャラクターの中で一番背が高いのは誰？1アスパラガス、2大根、3パイナップル。どのキャラクターも背が高いですよ。注意点としまして、葉っぱの高さまで入れて考えてください。それでは正解です。皆さん並んでください。おっと、これはほんの少しの差で2番の大根が勝ち。第3問。見習い芽キャベツはペンとノートを持っています。このノートには探偵卵の絵とあるマークが書かれています。そのマークは何でしょうか。1星のマーク、2お花のマーク、3ハートのマーク。どれかな、どれかな。それでは正解は、よくご覧ください。正解は3番のハートマークでした。第4問。緑キウイはかくれんぼのポイントを集めるとゲットできます。ここでクイズです。緑キウイは何ポイントでゲットできるでしょうか。1、1800ポイント、2、2000ポイント、3、2250ポイント。皆さんは緑キウイゲットしましたでしょうか。それでは正解です。正解は2番の2000ポイントでした。第5問。かくれんぼモードで次のかくれんぼの時に雨にする方法で、この下の段のキャラクターを揃えたら雨にすることができます。さて何の食べ物を揃えるのでしょうか。1リンゴ、2イチゴ、3マンゴー。どの果物かな、どれかな、どれかな。それでは正解は、正解は3番のマンゴーでした。雨の日にする方法はこの動画を見てね。第6問。アスパラガスの使用上の注意で髪型という言葉が出てきます。実は今までにもう一人髪型という言葉が使用上の注意の中で出てきます。さてもう一人は誰？1
桜餅、2、こしあん串団子、3、ドラゴンフルーツ。髪型という言葉が出てきそうなキャラクターを集めてみました。どれかわかりますか？それでは正解は2番のこしあん串団子でした。あんこが髪型なんですね。第7問。公園から外に出るとポストの下に手紙が落ちています。ここでクイズ。この手紙はまだ出てきていないのり塩のポテトチップスが書いたものです。さてさて、誰宛に書いたものでしょうか？ 1. コンソメ、 2. 薄塩、 3. わさび味のポテトチップス。誰かな誰かな。ちなみにいちごカップケーキ以外のキャラクターで出る方法、こちらの動画で紹介しています。そちらも見てね。おっとっと、それでは正解です。正解は1番のコンソメポテトチップスでした。第8問。今回のかくれんぼのステージは大きな遊具がある公園ですが、その遊具には滑り台がついています。ここでクイズ。遊具には滑り台が何台あるでしょうか？ 1. 3台、 2. 4台、 3. 5台。さてどれでしょうか？ちなみに滑り台を登っていく途中にジャンプしちゃうと滑ってっちゃうんですよね。それでは正解です。まずここに1台2台、ブランコの横にも1台、そしてくるくる登っていく滑り台が1台ということで、合わせて2番の4台でした。第9問。かくれんぼの時、安全第一卵で最後まで隠れることができたら何ポイントもらえるでしょうか？ 1. 8ポイント、 2. 9ポイント、 3. 10ポイント。それにしても雨が降っていますね。水も滴るいい正解は3番の10ポイントでした。第10問、ラスト問題です。激ムズ。お外に出ました。お外には道路標識があります。ここには自動車の法定速度、詳しく言えば最低速度なんですが、その数字が書いてあります。さてその数字は何て書かれてあるでしょうか？ 1. 30 2. 40 3. 50。ちなみにこの数字はこれ以上スピードを下げて走らないでという意味の数字なんです。あまりゆっくり走らないでっていうことですね。それでは正解は1番の30でした。これわかる人すごすぎます。最後までご覧いただいてありがとうございます。それではクイズのランキングです。今回結構難しかったんじゃないかなと思うんですけど、いかがだったでしょうか？またコメントでよかったら感想を聞かせてください。またチャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございます。
グーチョキパンダゲームスでした。